新生キンプリの初アルバムがよしみ発信。平野紫耀らに対抗心、別グループから援軍も。こんにちは、音楽ファンの皆様。今回は、ジャニーズ事務所の、キングプリンスの新アルバム、ピースの驚きのよしみ発信についてお伝えします。平野紫耀をはじめとする新メンバーと、 対抗心を燃やす長瀬角高橋山さらにはガイな援軍の存在までその裏側に迫りますマックス。ジャニーズ事務所のアイドルグループ、キングプリンス。その名前は、ジャニーズファミリー内で長らく注目を浴びてきました。そして、そのグループの一大変革が訪れました。5月、平野耀と神宮寺ユー太がグループを脱退。 一方、キシ太タも別の道を選びました。残された二人、長瀬角と高橋山による新たなオ体制がスタートしました。新体制発のアルバム、ピースがリリースされたその日、売り上げはなんと26万枚。オリコンデイリーアルバムランキングでは堂々の1位を獲得しました。しかも、これは初日の数字。 過去のアルバムと比べても、その数値は圧倒的な良しみスタートと言えるでしょう。金プリのアルバム売り上げは、常にファンの存在との関係が深いと言われてきました。そのため、新体制の初アルバムがどれほどの数字を叩き出すのかは、多くの関係者が注目していました。予想をはるかに上回る数字に、音楽関係者は、初日の26万枚は前線。 初週には40万枚にも到達する可能性がある、とコメントしています。しかし、単なる数字以上のことがこのアルバムの売上背後には起こっていたようです。長瀬角と高橋山にとっては、新たなメンバーとして平野耀や神宮寺雄太が戸部に合流したことで、ライバル心が燃え上がっていたというのです。特に、元金プリメンバーである平野耀と神宮寺雄太は、 トベとして活動しながらも、新グループの成功に対する願いと、金プリの長瀬高橋への応援を惜しまなかったようです,ですその後押しは、ファンの間でも感じられ、SNS 上では長瀬高橋のドゥオでの歌唱が絶賛されましたた。新たな金プリのアルバム、ピース、は、初日から驚くべき数字を叩き出し、音楽シーンに大きなインパクトを与えました。 新メンバーとしての活動を始める一方で、元メンバーたちの支援を受ける長瀬連高橋海人海人。その結果、ファンの期待を上回る成功を収めることに成功しました。これからも、金プリの道は進化し続けることでしょう。 ファンの皆さんにとって、新旧メンバーを通じて、より多くの素晴らしい音楽とエンターテインメントが届けられることを楽しみにしていただきたいと思います。読者への挨拶、最後までお読みいただき、ありがとうございました。 新生キンプリのピースがどれほどの躍進を遂げたか、そしてメンバーたちの思いがアルバムの成功にどのように影響を与えたかをお伝えできたら幸いです。今後も音楽シーンの動向を追い、魅力的な情報をお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみにしていてください。